ここは東京レベルさんとベイビーザスターズシャインブライトさんのお店なんですけれども、本日は東京レベルさんのお店を紹介していきたいと思います。それでは早速、こちらがセックスポットというブランドが置いてあるんですけれども、ここのブランドはよく俺も着ているブランドで、特にねマイファッションマストアイテムです、ジャージ。このファッションは結構日本でも流行っていて、このジャージにゴーグルを合わせたりとか、そうやってスタイルを決めていきます。はい、こちらが太眉さんのお洋服になります。ちなみに今着ているのも太眉なんですけれども、太眉さんはボーイズもあってガールズもあってパンクもあってロリータもある、とても幅広いブランドになっているので、こう誰でも着れるといいますか、お気に入りのお洋服がきっと見つかるっていうブランドさんになっています。はい、そしてこちらがスーパーラバーズさんの、お洋服になります。スーパーラバーズさんは、まあ、カジュアルロックテイストなお洋服なので、こういつでも着れるというか、誰でもいつでも着れるような感じになっているので、好きなコーディネートを楽しみやすいと思います。はい、こちらがアトリエピエロさんのお洋服になっています。アトリエピエロさんはとってもゴシックロリータなお洋服がたくさん置いてあるので、例えばこんなコルセットスカートなんかが置いてあって、誰でも簡単にこうゴシックロリータ楽しむことができると思います。こちらがイノセントワールドさんのお洋服になります。イノセントワールドさんはとってもこうクラシカルなお洋服がドリータスとかいっぱいあるので、こうブラウンだったり黒だったり赤でもとってもこうレトロというかない方なので、かなりおすすめです。そしてビクトリアン・メイデンさん、ビクトリアン・メイデンさんは、こうエレガントスタイルなんですけれども、とってもこう生地だったり物がとっても良いので、エレガントスタイルを極めたい人にはかなりおすすめなブランドになっています。はい、こちらがロリータコーディネートのマストアイテム、傘になっております。こちらの傘、ルミエーブルさんの傘なんですけれども、なんとルミエーブルさんの商品はアメリカではこちらの店舗でしか買えないということで、皆さんぜひゲットしてみてくださいね。そしてあちらがレインコートになります。ロリータ服、雨の日に汚すの皆さん絶対嫌だと思うんですけれども、こちらのねレインコートを上に着ていただければ、コーディネートもバッチリ決まりますし、大事なお洋服を守ることができるので、皆さんぜひチェックしてみてくださいね。洋介 USA さんの靴も置いてあります。こちらがロリータや王子スタイルに合わせやすい靴になっています。そしてこちらにはパンクスタイルやボーイズスタイルに合わせやすい靴がたくさん置いてあります。ちなみにね、こう厚底の靴も置いてあるので、身長がちっちゃい子、そんな子にはかなりおすすめです。俺の履いている靴も洋介 USA の靴です。アメリカで原宿ストリートファッションを楽しみたい人は、ぜひニューヨークの東京レベルさんに足をお運びください。バイ。